ございます。ハッキーです。これから秩父の方にツーリングしてこようと思ってます。今から待ち合わせ場所に行きます。今日はいいお天気の映像が送れると思います。香りがいいよね。なんかロレツが真ん中ってきてるし、それやばい。いのかなこれ。いやでも晴れてよかったな。いや今日は絶対降らないと思いますよ。多分。絶対降るって。今私も降ったんですけど。絶対降るって。いやだめ。今回やばかったよ。これが行った時。やばいどころじゃない気がする。天気予報も何にも聞かもない。10分ぐらい前まですげえ天気良かった。そうですよね、急に雨雲が出てきちゃった。まあでも全然全然この道初級だから。ただただ気持ちいい道だから。そうですね、全然でもね、満足できなくなるってやつもいい。そうなんですか。そう、そう。いや、なんかこの間、桜並木見ましたけど、曇天だったんで。すごい、動画見たけど途中から雨降ってて、もう最悪ですよ。今日もちょっと内心怖いんですよ。大体俺がクリックしてはめない。やめてください。途中ちょっと降ってくれた方がまだいいんだよね。帰りとか、帰りまとめて降るから。そう、ざ一気に降る。最高ですね。おばあちゃんにかき氷高いよって言われました。高いんだよ。みんなの食べやいこしますよ。ちょっともう思い出。すいません。